じゃあうちこの花屋なんだけど、なんでこの花屋のバイトを選んでくれたの？あ、実は僕は昔からドッジボールをするタイプじゃなくて、あの学校でもよく花壇を見たりだとか、はい、あのそこら辺の花を見て、あのだんだん育ってきたので、だから将来花屋さんになりたいなって思って、はい、なるほどね、それ花が好きで入ってくれたんだ。あ、そうです。あ、もう嬉しいな、ほぼ採用なんだけど。あ、ありがとうございます。まあ一応ね、うちはあの週3で必ず入ってもらうことになってんのよ。あ、はい。でもそれ以外の休みとかは自由に選べるから、一応その希望の日程だけ聞いといていい？あ、うん、分かりました。そうですね、僕は昔からあのドッジボールをするタイプじゃなくてあの、まあ、あの道端のお花だったりとか、あと家の花の花だったりとか、いろいろ見て育ってきたので、将来お花屋さんになりたいなと思って、うん、さっきも聞いたんだけど、それはあのそれいいんだけど、ちなみに家はこっから近所だよね？あ、そうですね、僕は、まあ、昔からドッジボールじゃなくて、やっぱりあの、ね、お花を見てたくさん育ってきたので、人生の半分はなので、将来あのお花屋さんになりたいって思ってここに来ました。これ会話してくれないと、その日程とか勝手にこっちで組んじゃうから。それ大変でしょ、取り乱してる。あ、それ大変でしょ、学生さんでしょだって今。いや、花です。学生さんでしょって。いや、僕花です。なんで花になったんだよ。おかしいだろ、なんでお前が花になるんだ。だから僕はドッジボールするタイプじゃなくてお花屋さんになって。あとお前そのアワーはやめろ。ずっとその自分は分かってますよ、この状況を。自分は大人ですよ、あくまで自分は分かっていますよって、そのアワーをやめろ。そのアワーやめろ。僕は将来ドッジボールじゃなくて。おかしいから、やっぱアワーもういいわ。